はい、どうもどうも、日暮らしちゃまずです、今回は、こちらの痩せハリセンボン水槽について、動画を撮影していきたいと思います。で、まあ、普通に餌あげですね。餌あげと、まあ、いつもやってる、水槽の、まあ、メンテナンスを、今回はやります。まあ、フィルターをね1ヶ月に1回どれか1個、まあ、やるんですけど、まあ、今回は、動画で紹介しやすいこちらのプリズムスキマ、プロテインスキマですね、そちらを、交換したいと思います。では、まずはねこちらのね痩せハリセンボン君に餌を与えていきましょう。で、今回用意した餌はアサリの切り身と、あとはあんまりそのね痩せハリセンボン君は好きじゃないんですけど、魚の切り身ですね、キビナゴになります。そちらを与えていきましょう。最近は、この痩せハリセンボンもねようやく、まあ、パクパクと餌を食べてくれるようになって、もともとはねクリルを与えていたんですけど、まあ、すごいね餌付きはしやすいんですけど、うん、そのあと消化不良になったりとかして、体調を崩してしまうっていう場合が多いらしいんですよ。で、自分の時も完全そうで、2週間拒食になった末、アサリをようやく食べてくれました。まあちょっとね前置き長くなってすいません。与えていきます。はい、意外とね餌あげもねこう来てくれるわけじゃないんですよね。こうやって無理やり食べさせないといけなくて、まあ、それはクリルの時と変わっていません。なんか熱々のものを食べる時みたいなね感じで何回も出して出してでようやく食べてくれるっていう感じなので、結構ねアサリ丸々1個与えるとかじゃなくて、切り刻んでね与えています。食べてくれましたね。かわいいですね。ちょっとねこれあんまりね魚の切り身はね好きじゃないっぽいので食べてくれるかわからないんですけど、まあ、アサリばっか与えてるとね食べるかな。どうだろう。あー吐き出すかな。あ、また挑戦してますね。まあ、超汚くなるんですよね水が。ちょっと今の大きすぎたかな。はい、まあ食べてくれますね。はい、これは多分他の魚たちで食べてくれると思います。鍋かが食べましたね。今ここにいるの分かりますか。この鍋かもね結構長生きなんですよね。あのアクアリウムショップの店員さんがね採取してくれたもので自分にねくれたのでこの水槽に入れております。でちょっとカメラ近づけてみましょう。よし、この画角にね頑張って収まるように餌を与えます。はい、気づいてくれるかな。お出しちゃった。すごいな、やっぱり歯がちょっと大きすぎますかね。ちょっとあっちに行ったやつを。あ、なんかここは好きじゃないのかな。紐の部分ですよね、これ。違うのが来ましたね。食べるかな。お、食べてる。じゃあね、魚の切り身にしましょう。ああ、食べないかな。汚くなっちゃいましたね。うん、まあ食べないようですね。あとは一応ね、ヤドカリとかもいるんで、多少は綺麗にしてくれると思うんですけど、うん、まあいっか。これ、大きめのものとかを回収して、よし、餌あげ終了です。いつもね、こう、まあ、ちょっとだけなんですけど、こんな感じで余るんですよ、餌が。あと、フグは食べないね。
魚の皮だったりとかがあるので、それはもう全部ここにね置いていきます。でこんな感じでね、まあ、煮干し状態になるので、結構ね身とかを食べてくれるんですよ、こんな感じで。なので、まあ、骨は食べないということでね、ちょっともったいないかなって、すごいな思うんですけど、これらは回収です。ちょっと急にね、今思ったけど、まあ、多分閲覧注意って入ってるかもしれないんですけど、急にちょっと船虫移して申し訳ございませんでした。ではね、餌を与えてからだいたい30分ぐらいが経過したので、まあこのね最後のこう餌のゴミとかをね吸い取ってくれたと思うんで、まずこちらの隙間の電源を切りましょう。よし、うん、今ので分かったけど、かなりこの隙間あってうるさいんですよね。まずここを外して、ほら結構汚いゴミが溜まってるのが分かると思います。あとここにねすごい付着するんですよね、ゴミが。こういうのもねしっかり取らないと結構固着しちゃうと思うんで、そのゴミがね。よし、であとはここですね。でこの隙間、まあ、今使ってる人っているのか分からないんですけど、めっちゃ重いんですよ意外と。なので結構水をね抜いていきたいんですけど、であとは多分水もこぼさないと思うので、これでちょっと洗面台にね持っていきます。それではね、まあ、大体バケツ1杯分ぐらいかな、水を抜いていきましょう。よし、完了ですね。意外と、まあ、生餌を与えている割にはね、汚れませんでした。毎日餌を与えているんですけど、まあ、その分量がね少ないので、うん、意外と大丈夫でしたね。それでは人工海水が、完成したので入れていきます。ちょっと海水あれですね、混ざりきってなかったですね、白濁りしちゃいました。とりあえずプロテイン隙間つけて1時間ぐらい放置します。よし、では、洗ってきたので設置します。こちらはね特にバクテリアがどうのこうのとかそういう話はないので、水道水でね普通に洗って大丈夫だと思います。で、まあ、前以前まではねこちらを使っていたんですよ。で今は普通のね上部フィルターについてるような取水口を使っているんですけど、うん、これよりも普通のやつの方がスキミング能力は高くなる気がします。まあ今回は完全なる個人的な意見になるんですけど、これね最初すごいいい商品だなって思ってたんですよ。こういう風に、まあ、水の中に入れて、でこの上のところから入れていくんで、まあ、フレークタイプだったりとかそういった、まあ、比重の軽いようなね餌の食べ残りとかを一気に取ってくれるっていう形になっているんですけど、まあ、生餌だとねどうしてもやっぱ中層付近を、漂う感じになるので、こちらの上層部分を取るやつよりも普通のノズルの方がいいのかなと、自分は思ったんで、今回はこっちで試してみます。よし、でまずこちらは呼び水をしないといけないので、ちょっとねちょうどこれがあったんで、よし、ようやく入りましたね。で、まあもうこれで電源をつけちゃって大丈夫です。ではスイッチで、こんな感じで動くんですけど、まあこんな状態だと、全然隙間は動いてくれないので、ここにこう空気をねこう止めてあげると、まあ、だんだんとね上がってきてると思うんですけど、うん、今日はなんか結構簡単に電源つきましたね。あ、やばい、結構ねすぐ漏れ出しちゃうんで。よし、うん、よし、こんな感じで大丈夫ですね。あとはまあこのつまみで流量を調節して、流量を調節しないとね、なんか
まあ、オーバースキムになってしまったりとか、まあ、全然スキミングされなかったりとかっていう風になってしまうんで、結構ここは重要です。で、家に、まあ、1日暇がある時とか、3時間ぐらい見守れる時にやった方がいいんで、オーバースキムするとね、いつの間にかもう水がダダ漏れになってることが、あると思うので、そこら辺はね、気をつけた方がいいと思います。っていう感じで、完了です。はい、すべての工程が終了しました。こちらの方に、結構ね、ちょっと白濁りっていうか、塩の結晶が舞ってるような形になってしまっているんですけど、これね、塩じゃなくて、気泡なんですよ。このプロテイン隙間のところからちょっと出てきちゃっているので、まあ、後で調整するんで、ご了承ください。だいたい30分が経過したので、水の方もね、かなり、すっきりしたかなと思います。うん。ハリセンボン君もね、結構せわしなく動くんですよね。まあそういうこともあって、餌は毎日あげないと、まあダメなのかなと思います。毎日少量ずつあげているので、うん、しっかりとね、飼育はできているかなと思っております。はい、今回は、こちらのハリセンボンに冷凍のアサリと、まあ、魚の切り身を与えました。うん。まあ、以前よりもね、結構調子は良くなってきてくれていて、まあ、クリルをあげた時とか本当にもうどうしようかと、思っていたんですけど、まあ、しっかりとね生きてくれているので良、かったと思います、うん、あとは、まあ、こちらの水槽のメンテナンスとして、その中の一つである、プリズム隙間を掃除して、うん、であと水替えをしてっていう感じのことをやりました、うん、だいたい、まあ、この水槽は1週間に1回まあバケツ1杯分の、まあちょっと少ないんですけど、それの水替えをして、1ヶ月に1回この3つの中のフィルターの中から1つ選んで、その中の掃除をするっていう形になります。今回はね、たまたま、スキマーだったので、スキマーの掃除を行いました。うん。まあ結構ね、この水槽は、ヤドカリだったりとか、あと生き餌として入れた、まあエビだったりとかを、入れているんですけど、まあ特にその辺がね、食べられているっていう様子はないかなと思います。うん。まあそんな感じで、今のところはね、しっかりと飼育できているので、まあこのままね、飼育続けられたらと思います。うん、まあ今度はね、こう飾りサンゴとか入れて、まあ普通のポリプがついているようなサンゴは入れられないと思うので、飾りサンゴとかを入れて、まあちょっと華やかにしていけたらなと思っているので、そちらの方もご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、ではご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。さよなら。バイバイ。